皆さんこんばんは、絆長崎です。今日はですね、シロピを昨日救出しまして、海に初めて行ったっていうことで、マージが19匹報告してるみたいですね。初代ピヨピヨ絆です。クーちゃん、保護者としてね、海に一緒に行ったんで、偉かったんでね、焼き鳥のネギマと皮と桃買ってきました。で、味の唐揚げ、余ったら南蛮漬けにしたいと思いますけれども、多分食べてしまいます。枝豆はアルコールを少しね、次の日二日酔い防止になるそうですけれども、飲みすぎては一緒ですからね。だから食べないよりおすすめです。今日はアサヒのスーパードライさんというわけでございまして、いろいろなことをお疲れ様でした。いやー、暑かった。嫁に着いた時まだ暑かったな。バリうまか。バリっていうのはすごく美味しい、すごくっていうことですね。すごく美味しい、バリうまかって、まあ、九州弁というか長崎弁というか、九州全体じゃないと思うんですけどね。それ食べていいよっていうことをよかと言います。食べてよかよ、よかとね、よかさ、本当によかよか、よかけん食べんねってこうなるわけです。よかっていうのは長崎弁ですね。あ、九州全体的なのかな、わからんけどね。おっちゃん県外も行ってましたからね、たまーに関西方面、富山弁、福岡、いろいろ、おっちゃん何者やってね、なってるかもしれませんけれども、お世話になっております。おくーちゃん、あんたが大将たい、そんなこと。それでお刺身にできるサイズのお魚は釣れませんでしたので、なんと金時代、金目鯛はあるけど金時代はないかもしれん。ちょっとね、いただきたいと思います。金時鯛のお刺身です。もうね、このお刺身見たらわかります。あ、大きいやつやな、大きいやつやなってわかりますよこれ。そして白身です。いただきます。うん、すごく淡白で身がしっかりしてて、噛めば噛むほど美味しかですね。金時鯛検索して調べてみられてください。赤くってとても美味しいお魚でございます。ちょっとね、隣の方が帰ってきたみたいなんで、こっそり喋りながら、今日のスポットライトは、ピヨピヨ軍団代表、シロピヨの陸くんと絆です。よいしょ。